平和活動局は国際連合事務局の一部門であり、国際連合平和維持活動の計画、準備、管理、指揮を担当する。1992年に平和維持活動局として設立され、2019年1月1日に国連の平和安全機関の再編の一環としてドポに改組された。ドポはド o の中核的な機能と責任を維持しつつ結束、 異なる資源や知識の統合、人権の促進をより重視している。年間予算は約65億ドルであり、国連の通常予算を上回る国連最大の機関である。2020年3月現在、ドポは13の平和維持ミッションに従事する8万1370人の要員を監督している。ドポの起源は1948年の 国連インドパキスタン軍事監視団と国連急戦監視機構の創設に遡る。1980年代後半までは歴代の特別政治問題担当事務次長のラルフ・バンチ、ブライアン・アクハート、マラック・グールディングを中心とした特別政治問題局の6人の職員が平和維持活動を運営していた。当初から国連平和維持活動は 国家官邸戦のための従来の平和維持活動や古典的な平和維持活動にも適用される明確な協議に基づいて運営されていた。すなわち、平和維持職員は、どちらか一方の味方になることと重機を提供すること、自衛のために温存すること、政治に口出しすることはなかった。平和維持活動局は、1992年3月、ブトロスブトロスがありが、 国連事務総長に就任した際に創設された。その創設は、ガーリーが事務総長として最初に決定した事項の一つだった。組織的には、それまでの現地管理、兵幹部の業務を格上げ、拡充するものである。グールディングが平和維持担当事務次長に就任し、コフィー・アナンを事務次長補に任命した。しかし、ドプコの役割が明確になったのは、 1992年6月にガーリー事務総長が報告書平和への課題を発表してからである。今後民主共和国安定化ミッションに参加中のインドの平和維持隊員ドポは2つの主要組織に分かれている。作戦部と作戦行動支援部である。作戦行動支援部には広報支援部門と管理部門が含まれ、ドポの作戦行動の広報支援、人事、 財務支援を行っている。オムズは国連加盟国が行う平和維持活動への舞台、所有装備品、兵員、サービスの提供に対して国連加盟国への財政的召喚を決定する責任を負っている。レターオブアシストはこの中で重要な役割を果たしている。ドポには地雷対策、訓練、ベストプラクティス、軍事、警察の各部門もある。 2007年3月の国連総解決に平和維持活動における組織の能力強化ではドポの再構築とドポから分離した現地支援局の設置を求めている。ドポは PKO の政策立案と戦略的方向性を提供し DFS は PKO における事務・広報支援を調整する。この再編成は2005年の平和活動2010と題した。 ドポ改革の取り組みと並行して行われた。これは国連平和維持活動に関するパネル報告書で着手された改革をさらに追求するものである。これには人員の増強、現地スタッフと本部スタッフの勤務条件の調和、ガイドラインと標準業務手順の整備、平和活動局と国連開発計画、アフリカ連合、 欧州連合との連携体制の改善などが含まれていた。この改革努力の一環として、国連平和維持のための内部ドクトリンや指針をより明確にしたことが挙げられる。2008年には、キャップストーンドクトリンと呼ばれる最高レベルのドポ、ドクトリン文書が発行された。以下に、前身の特別政治問題局を含めた歴代の蝶の一覧を示す。 平和維持活動の資金の大部分は一般予算と同様に充当される。ただし、安全保障理事会常任理事国はより大きな分担金を支払うことが求められている。また、すべての国は各国が選択したミッションに追加の資金に遊び、その他のサービスを自由に拠出することができる。2010年現在、ドポはアフリカ、カリブ海諸国、中東、アメリカ州、 ヨーロッパ、アジアで16のミッションを指揮している。これらのミッションには10万人以上の軍人と民間人が従事している。2006年7月から2007年6月までに承認された年間支出総額は50億米ドルを超えている。2006年10月の記者会見で当時の事務次官ジャンマリーゲー能は平和維持活動は過去最高の水準に達しており、 レバノン暫定中流軍と東ティモール統合ミッションが完全な戦力に達し、国連ミッションがダルフールに進出した場合には、今後も拡大していくと発表した。ありがとうございます。